ですけれども、津波が来て、津波だけじゃなくてですね、この地区は、何度来てもこの光景にはやっぱ慣れることはなくて、どれだけ辛かったのか分からないですけど、やっぱりこれからもそういった人たちに寄り添っていろんな活動をしていきたいなと思います。言ったように本当に忘れないっていうのが一番大事ですよね。スポーツを通してしか私たちはいろいろ活動はできないんですけど、そういった活動で私たちが長所とする部分で、もっともっと笑顔が生まれるようなことを積極的にしていきたいなと思いました。大津町の復興は現代の子どもたちによって復興されるんじゃないかなと、私はそういうふうに信じています。私らはそのオリンピアンの真摯な活動っていうか、戦ってるところを見て元気もらってるわけですよ。じゃあ、もう一回、はいよ。子どもたちだけじゃなくて、実はその会場会場で地域で関わってる大人の人たちの方が元気をもらってるんじゃないかなって思って、オリンピック出たら突然に関心オッケーお願いします。あ、俺だったらでかいやはり1年目2年目の時っていうのは、まあ、喜んではくれてはいるんですけど、なんかこうイベントが終わるとまたシュンと入っていく背中を、まあ、何度か見たことがあって、まあ、この3年目になってここ最近では本当にイベント前からたくさんの子どもたちが集まってくれて、そして帰る時もいろいろ笑いながら話して帰ってくれるところを見ると、まあ、時間も少しずつこの傷を解決してくれてるのかなというのがありますね。特にとにかく一番最初にイベント参加した時に、僕はどういうテンション、どういう気持ちで子どもたちと向き合えばいいのかなというのを非常に考えていたところがあって、だけど子どもたちの方から盛り上がってきてくれたっていう最初の自分は何を考えてたんだろうって、なんかもっと
自分の本音というか楽しみたいという気持ちでもっと向き合えばよかったんだなっていうのを子供たちから学んだっていうのも非常にありますね。非常にこのデイフェスタを通してこのスポーツから生まれる笑顔って本当にあるんだなっていうのは非常に感じますね。やっぱり一つのことを達成したり、一つの目標に向かって協力したりっていうのが、やはり、まあ、この復興に対しても必要なことだと思うんですけども、スポーツにとっても大事なことで、一つそのスポーツを通してまとまったり、協力したりっていうことが感じられるので、それを達成した時の笑顔っていうのは非常に心からの笑顔で、スポーツの力っていうのは素晴らしいなっていうのは、このイベントを通して、また改めて感じます。先生、あれから2年と7ヶ月、未だ震災の悲しみや絆、心に深く刻まれています。家族、仲間、指導者、そして被災地を支援してくださる方々、多くの支援で感謝の気持ちがいっぱいです。交わす一つ一つの言葉が僕たちを力強く励ましてくれました。感情、仲間との絆を伝えよう。スポーツの素晴らしさを。このオリンピックデイフェスタ in 大船渡を開催してくれた方々、被災地支援のために遠くから来てくれた方々に感謝し、忘れられないような一日になるよう最後まで全力で競技することを誓います。元気でこっちも疲れてますね。
ですか、このたまに勝つ嬉しさ。アスリートなるのがやっぱりこう完璧こそだよ。流れ日を消すことなく次の会場へと送り届けます。